はい、それではいただきます。ですね、めちゃくちゃいっぱい種類がありましてですね、ブリとなんか、ね、イワシっておっしゃってました。サンマかな、これは。イワシサンマです。イワシサンマ、あ、サンマ、イワシ、ブリ、イワシ、はい、これが伊勢エビで、ウニ、はい、ウニと、このウニのこっち側なんですか、タイ、この辺、上が笛吹き鯛、はい、こっちは下が、メダイです。メダイ、はい、でこれがアワビですかね。蒸しアワビ、ありがとうございます。でここがマグロ、でここが赤貝と、カニ味噌ゾーンと、はい、あと下広げるとアワビの生と、はい、赤貝甘エビで大トロのこれ、はい、そうです。でメカジキ、ブリ、カキ、おお、ありがとうございます。そんな感じでございますんでね、いただきますよ。どうも、マックス鈴木 TV を日頃ご視聴いただき誠にありがとうございます。マックス鈴木でございます。私は本日、埼玉県戸田市というところにお邪魔させていただいております。で、私が本日いただいているメニューの前に場所がこちらでございます。はい。いろはさんというところなんですけれども、こちらでですね、僕が今いただいているのは超ド級の、海鮮おけ盛り丼という感じでございます。なんと総重量がですね、9ぐらいありますと。で、今回の経緯なんですけれども、こちらお店の方が僕の動画をすごい見てくださってて、すごいファンでいてくださって、もしよろしければいかがですかっていう感じ。なので、チャレンジメニューとかではないんですよ。だし、正直多分食べきれないと思う。ちょっと当日気合入りすぎちゃって、ちょっと、プラスアルファで持っちゃったみたいなんですよ。ただそれも愛だと思うので、ご好意としてお受け取りさせていただきつつも、下のご飯なので、まあ、多分海鮮は持ってくるのちょっと難しいと思うので、もし途中食べてて無理そうだったら、上の海鮮の方を美味しく食べて、下のご飯の方はお持ち帰りさせていただこうかなと。多分おにぎりとかにもしていただけると思うので、定食屋さんなんで。っていう感じの内容になります。ただ、デカ盛りでね、先ほど申し上げたんですけど、頑張れみたいな、今回はそういう感じにはしないです。やっぱり美味しく食べていただきたいということだったんで、なのになんでか9キロなんですけど。まあ、その辺はまあいいや。なんですけども、美味しく食べたいと思いますので、はい。エンジョイとして見ていただければと思いますので、では、食べてる君、引き続き、美味しくどうぞ。そんな感じでございます。うまい。こんなにえ油がすごいです、これ。うわ、でかっ。ちゃんとイワシの味なんだけど、僕なんか勝手に生臭いっていうか、そっち方面な想像しちゃってたんですけど、全然そんなことない。すっげえな、これ。うまい。いってきます。これマジなやつだ。これ明晩的なあれとか、そっち系と縁がないタイプのあれですね。完全マンジっすね。もうごめんなさい、うまいんだけど、はっきり言って高いと思います。これ高い味がする。絶対に安く、あ、そうでね、この伊勢エビあるんですけど、まず身をちょっといこうか。すっげえ、ほら、なんか半透明ピンクみたいな。うわー、トゥルットゥルしてる。すっごいセンスですね。筋肉っていうか、これがすげえわかる。うまい。くにゅくにゅでね、このこっちの柄の方をおつゆにしてくださいってことなんで、もう早速お願いしてもよろしいですか？はい、これどうすればいいですか？あ、いただければそのまま。このまま？はい、じゃあすいません。はい、ジューお願いします。じゃあどんどんいこう。一通り食べたいな。じゃあマグロいきましょうか。マグちゃん。あ、マグロもすっげえうまい。なんですかね、身の味が濃いですわ。このカニもすげえな。これなんですか、このカニちゃんは。あ、それはベニズワイですね。ベニズワイきた。はい、ベニズワイちょっと君そっちで。ベニズワイが。ありがとうございます。じゃあ次はエビいっちゃいましょう。シュー。ガラ入れもう一個もらってもいいですか？はい、すいません。うわ、エビうめえ。エビ大好きな大好きなんですよ、僕エビマジで。本当にエビ大好きなんですよ。こんなもんで大丈夫ですか？ありがとうございます。うん、これはね、急いで食べるときになりませんな、そもそも。うん、うまい。これはもうそこのご飯はもうほぼほぼ持ち帰ることが確定しました。うまっ。なんならおにぎりとかにもできますか？あ、お願いします。そっちの方向で5口ぐらい食べて試合を放棄するという。まあ今日はね、でも試合っていうか、まああれなんで無理しないんで。めっちゃうまいんだけど、このエビ。やばい、ほんとうまい、超うまいよこれ。止まらない、止まらない、止まらんぞマジで。止まらん、止まらん。ごめんね、俺は今ちょっとエビのタイム入ってるから。マジエビ超うめえ。どうしよう、やばいこれ。超絶うまいんだけどこれ。うん、あ、これがあれですね、卵ですね、いわゆる。うまい。すっげえうまい。マジでこれすごいことになってるな、とろみが。マジで。エビなくなっちゃった。あんなにうまいエビがなくなっちゃったよなくなっちゃった。じゃあ次はアワビいってみようか。これ噛めば噛むほどうまみが。赤貝ですね、これは。はい、赤貝いってみましょう。でかい。サービスなので。はい、ちょっと待って、これでまず9キロでも結構おかしいなと正直思ったんですけど、あら汁出していただいたんですけど、これね、多分ね、あれこれ10号すり鉢かな、このサイズは。おかしいでしょありがとうございます。ではこれはね、ご飯を食べないとなると、あんまり食べれないとなるとすごくいいサイズ感だと思うので、こんな感じでございます。あうまい、めっちゃうまい、めっちゃくちゃうまい。今赤貝シーズンなんで、うわ、これ紐かな。うん、うまいじゃん。めちゃくちゃうまい、本当に。今ちょっとマグロ挟もうかな。このマグロうまみ強いな、しかし、味がさ、圧倒的に濃いのよ。このマグちゃんはさ、めちゃくちゃうまい、本当にめちゃくちゃうまい。これ焦る気になれないよね。この一切れでご飯結構な量いけますけど、でも今日はちょっとごめんなさい。タイたちごめん、やっぱちょっとご飯食いたくなった。ああ、もう優勝、お前優勝マグロかもしんない。うめえたまんねえんだけど、どうしよう、マジ超うめえんだけど。これは米も食った方がいいわ、うまい。お米も食べた方がいい。興奮しすぎてちょっとアジちゃんごめんよ、タイちゃんもごめんよ。俺はこのマグロと米をまずちょっと楽しみたいんだ。マグロマジっすね。これかなりどぎつい本気のやつ来てますね。これこれ、めちゃくちゃどぎついの来ましたよ。はっきり言う、めっちゃ高い味する。まあはっきり言う、下世話な言い方するけど、めっちゃ高い味する。いくらとかは伏せてちょっと僕の質問にちょっと答えていただきたいんですけど、これ高いっすよね。マグロもそう、他のもですよね。なんかもうね、どれ食べてもそういう味がするんですよ。正直カニはそうでもないですけど、ウニはとんでもなく高かったです。今日買ってきたんです。ウニどうしても乗せたかった。ありがとうございます。こんな僕にそんなお気持ちをたくさん。クエが買えなかった。クエも考えたんですか。これぐらい知ったんです。ほほほほほ。マジうめえ。これがタイか。白身だから結構淡白な味かなと思ったら、めちゃめちゃあれだね。すごいですね。ノンアルコールビールないっすよね。もうちょっと俺我慢できなくなっちゃう。ノンアルコールであれば問題はないですよね。うまい。大丈夫です。うまい。あ、多分大丈夫だと思う。今出かけてる。いや、ちょっとなんかそういうそういう感じ。無理せず食べきれそうな気がしちゃう。そしてなぜか理由は分かりませんけど、そんな気がしてしょうがない。これあれだ、これ切り身にさお醤油つけてちょっとペッペッペッってやろうか。やべ、この切り身がもったいねえ。これなんだ、うまっ、なんだこれ、まだ圧倒的にびっくりなのが、マジどれを食べてもリアルに生臭みとは無縁の世界にいる。そこがまずびっくり。一つの会社のネックでもあるんですよね、生臭みっていうのは。しょうがないものだと思うんですが、それがないってやばくないですか？わさびっていい仕事するんだな。わさびっていい仕事するね。おっ、うなぎが出てきた。すげえな。これね、この深みがあると上のネギトロだけだと多分いっぱいになっちゃうんですよ。上だけで終わっちゃうんだけど、ちゃんと中にもうなぎが入ってるからお米だけ食べるみたいな感じにならないっていう、もう考え抜かれてますねこれは。このデカ盛り好感度爆上がりっすね。うわ、うなぎうまい。あ、めっちゃ身がふっくらしてるうなぎ。あ、ありがとうございます。あ、バレちゃいました。これ考えられてますね。上のネギトロだけ食べてご飯食べるとご飯なくなっ、具がなくなって、でおかずご飯だけで食べるみたいな、それがないですねこのうなぎが。ノンアルでありがとうございます。じゃあ一番芝居になってますがノンアルですので、気分だけでももう鈴木高間さんになってますね。もうマックス鈴木ではない、もうめちゃくちゃうまいんだもんだって。本当にちょっと申し訳ないですけど、本当申し訳ない、ちょっと俺なめてたね。うん、びっくりする、本当に食べてびっくりする。すさまじいわこのうまさ。けど言葉にならんよ、うますぎて。なんか意外と食べきれそうな気がしてくるっていうのも重量だけ聞くと「いや 100% 無理だ」って思ったんですけど、なんか食べさせられたらなんか意外にこれこれあれだ、いわゆるなくなるやつだ。オイルみたいになってる本当にそんぐらいもう液体だわこれ。もううまっ。これおつまみめっちゃ人気ありそうねえ。これ好きな人多そうだぜ。これはね、これあれですかね、焼いたりなんかしてもうまいですか。これ生のままの美味しい。焼いては使ったことないですけど、グラタンとかに入れればそれなりに多分美味しい。なんか甲羅焼きみたいなこれこそつまみだな。うちはそれにきゅうりでタレ味噌ディップにしてます。はい、改めまして、遅くなりましたが、おはようございます。こんにちは、こんばんは、マックス杉でございます。今回はですね、改めまして、埼玉県戸田市にございます、いろはさんというところの店主さんからご連絡をね、いただきまして、すごいデカ盛りなんですけれども、美味しく味わっていただきたいと、もしよろしければいかがでしょうかという、とても温かい、メッセージをいただきまして、行ってまいりました。僕もともと成増、赤塚の出身なので、戸田はすごい近くて、馴染みはありがちなというか、割と土地感はあるところだったんですけれども、まあ知ってるような感じの場所の近くでした。で、いろはさんっていうお食事屋さんなんですけれども、こちらのね、店主さんがまた優しくてね、いろんないいネタをたくさん持ったこのデカ盛りの海鮮丼を作ってくださって、でね、ちょっと説明しきれてなかったんですけれど、一番下の右のワイプの方の、下のちょっと右側にある青いのあるじゃないですか。これなんだかわかります？画面でもわかるか、右下の。わかる方はわかると思うんですけど、一応これね、エビの卵なんですよ。で、食べたらね、プチプチしたけど、味は俺そんなに感じなかった。だから、食感とかの方なのかなっていう。あと、今まで食べたのはそれぞれの感想言ってるのがあると思うんですけど、このね、わかめ何気にめっちゃうまいんですよ。コリッコリしてて。で、メニューボード見たらわかめ刺しっていうのもあった。それぐらい多分自信持たれてる。このわかめも。それぐらい美味しかったです。で、今これ食べてるのが、ネギトロあたりから、マグロあたりからご飯食べて、で、ネギトロもご飯食べて、で、マグロでもちょっと行ってみたいな感じ。で、タイとか切り身系を結構食べて、って感じかな。で、食べきれてないので言うとね、この手前の、エビの卵の手前にあるのはこれ生シラスなんですよ、なんと。で、こちらの店主さんがですね、かなり厳選したものを、買い付けてくださって、っていう感じの内容だったので、どれもやっぱり冒頭でも言ったんですけど、というか中盤か、圧倒的に生臭くないと。もう、うまいしかなかった。生もの食べるときって、毎度毎度思うんですけど、ちょっとやっぱっていう感じ、生臭いがゆえに、好きな方はいいのかもしれないですけど、生臭い方が。僕正直そこまで得意じゃないんで、その生臭いものに関しては。うってなる抵抗があるんですけど、これに関してはね、見た目で、あ、やっぱちょっとあるのかなっていうの、心のどこかでやっぱこう意識しないようにしててもやっぱ出ちゃうんですよ。そういうこう、気持ちというか、出てきちゃうんですけど、それはね、全くの無意味な、取り越し苦労に終わりましたね。マジでうまかった。で、これね、言っちゃうと、どれも本当にこうつけたいんですけど、まあ、マグロかウニっすね。ちょっとやっぱ抜けてたかな。あとね、何気うまかったのはタイ。で、これ焼きぶり。ぶりを焼いてるから焼きぶりって僕は書いてるだけなんですけれど、これ天然ぶり。で、話聞いたら、ぶりって、天然ぶりより養殖の方が高いらしいですよ。なんか油なのか何なのか。で、これ一応カギって書いてあるんですけど、これベニズワイガニですね。これね、ちっちゃいんだけどね、味がしっかりしてすげえうまかった。なんか本当、トータルして、なんかこう、で、これアラ汁か。エビの殻も入れた。他のアラも入ってますね。これがまたね、うまいんだけどね、やっぱ、これはこれだけってよりね、丼と並行して飲んだ方が良かったなと、すごい思いました。なんと今回。で、ここからちょっと、はい、すいません。失礼しました。いただいておりました、私。でですね、これ何ですかって言ったんですよ。結構マジビビりかましました、これは。ダスーン、わかりますこれ。最近ですよ。しかもこの僕アイコンに変えたの。最近変えたアイコンなのにもかかわらずバースデーケーキを作ってくださいました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様もしよろしければぜひこちらいろはさん来てみてください。素敵なご主人と素敵なお料理、そして素敵な接客がお待ちしてますからね、皆様を。いや、ちょっと食べちゃおうかな。ちょっと一口食べようかな。意外とケーキお箸で食べるの美味しいっていう。僕は割と家でもお箸で食べます、これ真面目に。スポン。じゃあここからはよいしょ、いただきます。最高。すみません、ありがとうございました。すみません、本当にありがとうございました、今回。ありがとうございました。ゆっくり食べます。バイバイ。実はですね、今もう撮影って1時間ぐらい、ご主人とちょっとお話ししながら、このあら汁ともうケーキをね、いただいたんですけれども、あら汁もちょっとなんですけど、もう動画の時よりこっちの方がフードファイトっていう、まあ今日はエンジョイ会ですけど、おまけでございました。じゃあねー。